皆さん、こんにちは。はっちゃんねるです。今日はですね、これです。スマホ。これ、はっちゃん、未だにガラケーを使ってますので、ちょうどいいスマホがありましたので、買ってきました。はっちゃんはこのこと、なんと、何にも知りません。今から、これを、はっちゃんに渡してみたいと思います。それでは、今日は、月曜日ですので、床屋の日なので、お店見ます。暇で本を読みます。暇かね、うん、はい、作品集どっかやった、はい、これ作品集。何これ。これ何？え？これ何？見りゃわかるじゃん。携帯だよ。うん。これどうしてんの？え、これ今日からそれを使ってもらいます。いいもうだ契約してきちゃったから。ほんでそれどうするの？これはもう全部データがそっちに移したらもう解約する。こんなの私使えん使えんじゃなくて使うんだもん早く、はい、スイッチ押してみ。今ついとったよ。だからこれが電、ここが電源、このこれ。本当に？ピッと押してみ。押した。本当に？うん、ほんで上に切って、うん、ほんで電話をかけたいなら電話のマーク。今まだで電話が全然入ってないから、あれ、あ、ミクには通じるよ、電話すると。いいで、これ LINE も使えるようになってるから。電話はこれだけ？私、ほんで送るのは、だから LINE、うん、LINE みんなやっとるでしょ、うん、コトコさんとかも、うん、ほんで、うん、出てこんじゃん。だから今からこっちの電話番号をそっちに移せば、そうすると全部バーッと出てくるから。移してくれるって言っとったじゃん。うん、移すよ、はい、2024年スマホデビューですいいわって。でももう誰かお客さんだ。お客さんじゃん、裏の人だよ。ほんでこれ消すのはどうすんの？あ、消すのは、あ、ここ今の電源ピッて消してる。それで金の豚のあれが乗ってる。豚の何？豚の散歩。何、豚の散歩が乗ってるって豚の散歩あったって言ったじゃん私。あ、オアシスで、うん、ミクっていう名前の豚。春だ。え？春じゃないの？ミクじゃないのか。ほら、豚。よう分からんけど、うん、コトコさんすごい上手に写したけどさ、うん、スマホでしょ、コトコさん。ん、スマホでしょ、うん、だからよく映るの。そんなガラケーだもんで映らん。本当に本当だって言っとるじゃんか。へえ。じゃあこれはどうするの？こりゃってどれのこと言ったの？じゃあこれを下で切った。でこうやってやるの？そう。でこうしてやって。何もで電話。電話。カメラ。カメラ。うん、電話とカメラ。これが LINE。 あ、これ LINE って書いてある、ね、うん、で LINE をすると今誰が出てる？ひとみさんって出てる、うん、俺こんないいわ私。いいわじゃなくてそれを使わんといかんだ、これから。 なんでそれしかない。もうこれを解約するからもうなくなっちゃう。あ、ほんでこれカメラに なったんだけど、うん、でどこをどうやって書いてあるじゃん、いろいろ写真、うん、写真とか動画にしたいんだったら動画、これやるとピコって押すと動画が始まるじゃん。写真撮る。写真どうだっけこれ。でここを押せば写真が撮る。ここ押してみ。それで写真が撮れる。いやいや、こんなの覚えんで私はダメだって言って言っといた、ことこさん。でももうそれになっちゃったから強制。やだやだ。やだやだじゃない。もう暇だもんで、一日中触っとりゃいいよ、ずっと。そのうちできるようになるわ。わからんかったらミクに聞けということですじゃ、ね、ほんじゃまた袋をみんな縫わねえかんじゃん。袋って何の袋？これを入れてカバンの中へ入れてえ、何もやらんのについた。つくよ、そうやってやればつくよなと。便利でしょ、うん、なんか怖い。
はい、ということで2024年今日からスマホデビューやだやだおめでとうございます。やだやだということです。今日じゃないわ、明日。字の大きいのにして。だから設定すれば出るでしょ。初ラインです。はい、送信しに早く。送ってみ。どこに送るの？送るのここの青い三角。それをピッて押してみ。遅れた？遅れてない。ちゃんと遅れてないって。遅れた。これはダメだ。私見えんもんダメ。もっと大きいのでなきな。全然見えん。これ大きくするやつあるよね。ラインの文字ね、カホ。あるよね。LINE のLINEを大きくする文字ってあるよね。大きくしてみていいですか？あの一緒のスマホだもんで、分からなかったらこっちに聞いた方がいいかもしれない。そんな小さい字はダメ。ほら、みひとみさんでも目が細くなっております。そう、私で4字も違う人に失礼。分かるわけに、カホに私でやってもらえばいいじゃん。 LINE の画面は一緒でしょ。 LINE の字を大きくするのは LINE の。さあ、困ったもんだ。私、いやだいやだ、これで結構、なんかもう解約しちゃうから。残念ながら年寄り向きの字の大きいやつ、あれ年寄り向きに設定してあるじゃん。大きくなる？なる？分からんやつ。で、あいのでかいの？でかいならいい。でかくなったわ。で、それが小さくなっちゃう、どっか。はい、でかくなったでしょ。これぐらいならいい。うん、ほんでさっきみたいにその一番下の空きスペースを押すと、ちょっと小さいじゃん。あ、これ一緒だろ、それは一緒だろ、もともと鈴木岡、うん、ミーフ。ほんで点はどこ？え、点スマホと一緒だって。スマホじゃん、今までのガラケーと一緒だって。あ、ほんとだ。え、でもここにも全然出てない。だからこの送信を押さんと出てこないんだ。じゃここへ、もうこれは送信になっちゃってるの？そう、ここ足そうと思ったけど、出せるんじゃねえか。送信しちゃったの。それ何をしたの？今ここ押して、これを押す。反応してないじゃん。これ三角形のところ押す。グッて押すんじゃない。ボタンじゃないんだから。なんでほんねん、ちっともいかんじゃん。ピッてやれば、いかんじゃん。ほら、いくじゃん。ゲオなんて。何もかった。なんか変だよ、これ変。全部消してみて。ゲオってミフびっくりするわな。ゲオってなって。ほんで消すのはどれ？なんて書いてある？ミムミクゲオ。意味がわからない。何を消すの？全部消しちゃう。もう一回やり直し。これはもう送られちゃったから、これはもう向こうに行っちゃっとるからダメだ。消しちゃいいね。何をしたいの？もう一遍送信。もう一回やるんだ。もう一回ここ押せばもう一回始まるじゃんか。ここ、うん、あ、これを消すことはできん、ね、それはできん。もう一回送っちゃったらもう消せれん。向こうに行っちゃってるもんね。行っちゃってるのはいいけど、もうこれはいい、行っちゃったから消そうって言うと、これスイッチ切るの？何を消したいの？電源を落としたいの？もう次のやつをやりたい。次のやつをやるんだったらまたこっから始めればいいんだ。ミクじゃない、次の何をやりたいの？ミクじゃないとこへ送ろうと思って。じゃあこれをピッて戻ればいいんだって。こうやってそうするとここにダーッと出てくるからな。ああ、はいはいはい。なんかやだこんなの。頭痛くなる。もうやめて。遅い。もう時代はスマホの時代になっちゃったから、残念ながら消そうと思ってもちっとも消えんじゃん。電源を押せばいいんだ。電源ここ押したけど今晩寝れんくなる。いやだ。ほんで向こうから来た場合どうするの？あ、来た場合、うん、送られてきた場合ピンポンって出るから。出るの？うん、ちょっと送ってみて、うん、ピンポンと出たら電源押すの？押さないで。どういう状態になるかちょっと見てみ一回。これいつから使えるよ。使えなくなるの？やだよ、私できないで。誰からかなんかちょっともできないで。このやめて。触っとればできるようになるよ。できないできるよ。なるよ、スマホ。みんなやっとるでしょ。さあ、初めて LINE が来ます、ね、どうやって出るでしょうか、うん、あ、来た、ピンポンつって、はい、うん、
で出てきてるでしょ、うん、これをもうちょっと大きくならんのそれをそあ教えていいですか、そこから先をこれを来たら大き字を大きくする書いてある人から来とる私が今メッセージを送ったから1って書いてあるじゃん、うん、ピッて触るの触ってみやどこ押すのどこでもいい、うんうん、あの白いとこ押せばいいわけね、うん、先生さんもう済みましたあの見たらここ電源押すの最初のページに戻しておきたいな一番最初の来たところここに戻したらここ、うんうん、で電源ほんで次に返事を送ろうとする返事を送ろうとしたら今返事を送りたかったらまた先に行くだったみたいに、うん、ここをしてでこれは送られるわけね消えるこれは私が送るうんうんうん、ばあちゃんが送るとばあちゃんが送った字はこっちにこの緑色があんたの送った相手の送ったのこっちに白いことに送られてでここへ押すの返事をするこんにちはで、うん、はいこんにちはって返事を送りたけりゃこれだし、うんうん、どれどれ送り字を字を打てばいいんじゃん ここから、うん、ほんでここへ出てくるのでそう信号線が出てくるさっきと一緒じゃんミクに送ったのと一緒だってやり方がどこに送信があるだからその三角形のところを押すっつって字入れてみる三角形が出てくるああああほんでこれありがとうって今入れたんだよね、うん、そしたら今度送られたこれそう、はい、押しピッてそう三角形ひとみさんとほら言ったじゃん言った今 LINE つって言ったじゃんほんでももう忘れた毎日毎日やらんとかたくさん LINE の友達ができるとこういうふうにいっぱいこういうふうに言うの、うんうん、で私は今ばあちゃんから来てここ1って書いてあるじゃん、うんうん、ってことはばあちゃんから言葉が来てるから送るとありがとうって、うんうん、返したい場合はここをやるわけねそうそうここを押せば、うんうん、とにかくこのボードを出さんでかんで、うんうん